ねじれた絆から赤ちゃん取り違え事件の17年体は奥の修司によるノンフィクション作品。第二次ベビーブームだった高度経済成長期に多発し社会問題とまでなった赤ちゃん取り違え事件。1971年に当時米国市政下の沖縄で実際に起きた赤ちゃん取り違え事件を日本市政下に入れ替わった後の1977年の発覚から 当時週刊揮者であった奥野修二が実に25年間取材し続けたノンフィクションのドキュメンタリー作品。二度のテレビドラマ化のほか、第66回ンの国際映画最新サイン賞を受賞した映画、そして父になるの参考文献でもある。2004年4月21日21時22時54分に TBS 系列水曜プレミアで ねじれた傷の赤ちゃん取り違え事件の真実のタイトルで放送された。ストーリー、うの夫妻の長女で幼稚園に通う6歳の里見は、小学校修学時験診での血液検査で A 型と診断された。しかしそれは、O 型と B 型の夫妻の血液型からは、絶対に生まれることのない、ありえない血液型だった。再度検査をするが、結果は同じであった。 原因は出生時に病院で起こったミスによる新生児取り違えであった。6年間我が子と信じて育ててきた娘が実は他人の子供。その時から始まった親たちと子供たちの複雑な悲劇を描いていく。キャストスタッフ撮影協力2013年10月11日21時 -22、52に富士テレビ系列、金曜プレステージ枠で、 実録ドラマスペシャル、ねじれた絆赤ちゃん取り違え事件42年の真実のタイトルで9年半ぶりの放送された。実際に我が子を取り違えられた当事者たちへのインタビューをもとにしたドキュメント部分と、事件発生から2つの家族の生活を忠実に追ったドラマ部分で構成されるドキュメンタリードラマとなっている。当事者たちはこれまで全て奏でテレビ出演をしてきたが、 今回初めて実名で顔を出して出演することとなり、ドラマ部分の役名も実名が使用されている。ドキュメント部分のナレーションは、板谷由香と、滝藤方一が務めている。キャスト主要人物東福家島袋家その他、スタッフ新生児取り違い事件をテーマにした作品は、過去にも数多く制作されている。作為的に新生児を取り替えた作品は、ここでは除外している。 ありがとうございます。